浜名湖名産夜のお菓子、あー定番っすね、うなぎパイ。浜松といえば今は栃木の宇都宮に負けないぐらいの餃子のね、餃子が名物になってますね。あとはやっぱりわさび、ね、わさび。あとは浜松、うなぎ、うなぎ高うなぎ高でもこれうまそうだな。うわぁ、金使えんと思うと全部がキラキラしてるね。ね、そう。あとはまあやっぱり海苔だとかね、海の海産物。あとお茶も有名ですからね。クリスマス、クリスマス、クリスマスってなんですか。フェイスマスク、フェイスマスクじゃねえ、この句が見えないからフェイスマスクじゃねえ、何なんかなと、はい、フェイマスシンガーじゃねえ、そうだ、いえ、フェイスマスク、フェイスマスクだ、フェイスマスクなんですね。何それ。これなんか、指を置いてくださいって書いてあるんですけど、うん、全然なんないんですよ。ここらやっても全然なんなくて、結局なんやと思って壊れてんの。そうだよ。なになんか喋ってんの。なんか喋ってんの。予想外な音になりましたよね。え、あ、太鼓とかいるのかな、はい、川のせせらぎ音楽が流れるとかじゃないんですね、うん、ええ音楽じゃ、はい、まあ、エリーゼのために、はいはいはい、今日一日の終わり的なね、そろそろ院長さんとのお別れの、雨すぎぐらいですね。そう、雨すぎぐらいです。ただちなみにだって院長さんの妹さん明日結婚式らしいですねえ、すいません、そんな結婚式前日に、すいません、寄り道しちゃいました。行きましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて帰ってください。お客さん、これ夜のお供によかったら、はい、え、なんすかこれ、はい、生理緑剤ですかね。おっ、なに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 、浜松で買ったうなぎパイじゃないですか。あ、これ俺らにやったんす。男同士で夜のお菓子。あ、すいません、後ろ車詰まっちゃったんで、はい、すいません、ありがとうございました。本当、気をつけて、食べよう、頑張ってください。ありがとうございます。うわ、めっちゃいい人じゃないですか。俺らのためだったんすね、これ。めっちゃいい人。これでなんとか夜しのげるじゃん。はい、男2人でって言ってましたけど夜のお菓子ね。夜のお菓子、まさにですよ、まさにこれから夜ですよ。はい、いやでも予想以上に寒い、はい、いや寒いっすね。とりあえず中入りましょう。いや入りましょう、これやばいっすわ。 OK です。はい、よし入ろう。はい、ここ綺麗っすね。いや、ほんと綺麗、すげえ綺麗。カップルも多い。わーわー、明る、急に明るい、すげえ綺麗。おい、
イエーイ。うわすげえ、ヒッチハイクのためにこれしよるって思わんすねこれ。遊びに、ただ遊びに来た人みたいになってる。やったー。うわすごい、すげえ。もうね、ノーマネーでもやっぱね、いけるもんすね。人とのつながりやばい。嬉しい、うん、スマイリーさん、スマイリーくん、ほんまに、ちょっとねえ、実家大丈夫かな、びっくりされないかな。ほんまね、うん、普通に、うん、あれだからね、うん、ファンの友達とかも嬉しいね。あ、ほんと？